さん、町田 TV をご覧の皆様、はじめまして、愛知ひろです。愛知ひろは、愛知出身のシンガーソングライターなのですが、4月に大きなイベントが決まっております。4月12日火曜日19時から、渋谷のひまわり広場で手をつなごうというところで企画でツーマンライブをやります。よければお越しください。そしてニューシングル「After the Rain」が発売しました。こちら限定枚数で残りあと6枚になります。ではこの曲をこの後聴いてください。では After the Rain。 特別な日でも何でもないけれど、ね、少し来てほしいの遮りなかった。夕日が影だけ残し消えた。この部屋であなたは耳を傾けながら愛知ひろでアフターザレインという曲